タイプと親、カーシー博士の16タイプの性格。次の章ですね。メイチュレーション、成熟とあります。成熟した個人とは、成熟した個人とは、潜在的な態度や行動が完全に発達し、習慣化した人のことであると。はい。まあ、ルーティンで回ってるような人ってことですかね。まあ、良い方向がってこと。意図せず。はい。はい。例えば、成熟したアーティザンは、プラトンが信じたように芸術的であり、アリストテレスが信じたように快楽的でありますと。そして、それ以上にパラケルススからマイヤーズに至るまで、他の人物学の後継者たちが語っているように、成熟したアーティザンは変化しやすく、革新的で、美的で、奔放で、搾取的で、探求的であると。で、成熟したガーディアンは SJ ですね、はい、常識的で独占的でメランコリックで勤勉で伝統的で経済的で厳粛で用心深く予定調和的であると。で、理想主義者は哲学的、倫理的、冷淡、情熱的、協調的、宗教的、繊細、受容的、友好的。で、合理主義者 NT は論理的、弁証法的、好奇心旺盛、懐疑的、理論的、冷静、マーケティング、タフマインド。という、この、そういう習慣化されていきますよと、はい。これが成熟した個人であると。で、これら4つの成熟したタイプは、互いに混同できないほど性格が異なっていますと。こうした性格のパターンの兆候は人生のかなり早い段階で観察できますと。母なる自然は雪の結晶が左右非対称であることを許すと同じように、子供が気質的に未分化、分かれてないってことですね、形のない白紙の状態でこの世に生まれてくることを許さないと。母なる自然はそれを許しませんと、はい、ベビーベッドにいる赤ちゃんは親や小児科の看護師が活発な赤ちゃん、気まぐれな赤ちゃん、警戒心の強い赤ちゃん、穏やかな赤ちゃんと呼ぶように、それが初期の気質を示していると。はい。これちょっと僕眉唾なんですけどね。どういうことですか。あ、でもよく笑う赤ちゃんとかあるのか。やっぱりあると思いますよ。全然泣かない赤ちゃんとか。確かにうちの娘も全然違うもんな。はい、確かに。はい、まあそれはあると思いますけどね。それ気質、そこは気質の元みたいなとこじゃないですか。体質レベルの。なるほど、確かに。そして社会的な交流を始める頃には、子供たちははっきりとした性格の特徴を示しますと。最も観察しやすいのは社交性の違いだろう。ある乳幼児は外交的で見知らぬ人の前ですぐに打ち解けるが、ある乳幼児は内気で控えめで、人に紹介されると母親の足の陰から顔をのぞかせるのを好むと。また子供たちが自分の目的を追求し始めると、例えばすすだらけの暖炉を探検するなど、その行動には実用主義的なものや協力的なものが見られますと。で、小さな子供たちの中には、自分の進路を変えたり行動を遅らせたりするような制約を気にすることもなく、欲しいものを求めてまっすぐ突き進むような子もいる。また教師や親のルールに従わなければならないことに目に見えて苛立ち、何度も限界を試す子もいる。他の子供たちは規則にすんなり楽しそうに従うし、年長者が望むように振る舞うことで周囲の大人を喜ばせることができると、より心地よさそうに見えると。あ、僕こんな子でしたね。はい、はい、しかし言語の場合、抽象性や具体性の違いが認識できるようになるにはもっと時間がかかる。子どもの言葉は最初は比較的曖昧で区別がつかない。その後、言葉はより明確で具体的になり、その子の個性を表すようになると。昔からその喋り方ですか。喋り方っていうか、あの、はい、こっちもわかる、あなたもわかる、そうだね、そうだね、それは違うんじゃないかな、はい、これこれこういう理由で。まあ本当に子供の時は分かんないですけど、はい、まあ、そうかもしれないです。口喧嘩は強い方だった。口喧嘩、
僕口喧嘩が始まると、はい、もう目に涙が溜まってきて、はい、むぎゃーって、はい、むぎゃーっていく方だったので口喧嘩は強かったかもしれない。なるほど、まあ、そんなにしないですけどね。ということが書いてあり、はい、この人格のこれらに、はい、全ての側面における成熟は進化し展開し枝分かれし分化し、はい、拡大するプロセスであると覚えておこうと。変化は相対的なものから微細なものに進んでいき、人格は解剖学のようにより明確な形を取ることになると。生まれてすぐの幼児は少なくとも傍目には多少似ているように見えるが、10代後半になる頃には体はより成熟した形となり、多くの点で性格も成熟していると。まあ、確かに今日あの取材で工場のラインで、まあ、活躍する人を取材していたんですけども、はい、やっぱり喋るトーンとか、はい、話す内容とか、はい、話し方とかって全く違うなと思いながら、はい、話を聞いてました、うん、どうしたんですか。まあ、はい、こうやって初めちょっとの違いが、はい、やっぱこの言うように、はいはい、どん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 この、はい、進んでいくんでしょうね、うんうん、生活でなんかいや話しかけるなんて簡単だよってここでよく言うんですけど、はいはい、これは難しいだろうなって思いましたもん今日。いや女の子に話しかけるのは簡単だよ、はい、なわけないよなって。なんかこの間何だったかな、はい、挨拶、はい、なんか投資って金額が高くなると緊張するじゃないですか、はい、緊張しますね、はい、何個か溶かしましたね、はい、10円だったら気軽に投資できるじゃないですか、はい、で挨拶は10円だっていう人がいて、こう口説こうってなると、はい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 、ハードルが高いから10万円かもしれないし100万円かもしれない。なるほど。だからこの失敗するリスクとか考えるけど、挨拶は10円だって考えれば挨拶ぐらいいくらでもできるでしょって。でも、はい、っていうと言わないリスクの方が感じません？あ、何ですか？女の子に告白する10万円とおっしゃいましたと、はい、だから投資なんですよ。でもリターンとリターンじゃないですか。これリスクなんかないですよ。声かけないことの方がリスクじゃないですかって考えるのは外交かもしれないですね、はい、でその言ってたのが、はい、挨拶は10円だって、はい、あなたは言うけど、はい、挨拶が僕にとっては100万円なんですみたいな人がいたんですよ。それは、はい、で、だから挨拶ぐらい気軽にできるでしょっていう、それはもう当たり前の価値観の人がいる中で、はい、挨拶すらできない僕はみたいな感じで落ち込んで、でその人にとってはもう挨拶はもう100万円ぐらいの、もしかしたら100万円を失うかもしれないぐらいのリスクを感じてるみたいな、はい、ですいません、もうどうしても僕が話好きで申し訳ございません、はい、ちょっとそれちゃいますね。つまり私たちのこの人格的な成長っていうのは、はい、社会的環境の中で刺激され喚起され目覚めさせられ手招きされなければならないということだと。人格の成長には、いろんな枝分かれをして、社会的環境の中で刺激されて喚起されて目覚めさせられて手招きされないと、そうか、そうしないと枝分かれがなくて、はい、個性ができないということですね、うん、あなたらしさっていうのは、はい、その枝分かれの手招きされて枝分かれしたところにいるのが個性だと、はい、実際刺激がなければ成熟はないと。つまり親の仕事は刺激であると。しかし、なるほど親の仕事は刺激であると、はい、なるほど。しかし刺激といっても特別なもので、どんな態度や行動が出てきてもいいようにタイムリーで適切な刺激を与えることであると。心理学ではこれを教えられる瞬間、企業では機会の窓、格好のチャンスと呼ぶ、 The Teachable Moment もしくは The Window of Opportunityと呼ぶらしいですと。つまり母なる自然のプロジェクトである、その母なる自然のプロジェクトである成熟を監督するためには、いや子どもの成熟を親として監督するためには、親は子どもの形成者、形を作るものではなく、子どもの監視者となって子どもの気質に合った態度や
行動の成長を促す教えやすい瞬間や機会を察知した時のみ行動することが求められるのであると。しかしそのためには潜在的な態度や行動が何であるかを理解しなければならない。そうして初めてそれらが展開し発展するのを助ける方法を見つけることができる。もし親がどのような目的、つまり子どもの生まれつきの性格構造を求めるべきかを親が知ってなければ、どのような手段がそれを刺激するのに役立つかを知ることはできない。親は我が子がどのような人間なのか、その方向へ成長させるために私は何ができるのか、という問いに答えなければならないと。うちの娘は、はい、姉が NF で、はい、下が NT なんですね。はい、もう自覚が INTP だって言ってるんで、はい、超難しいです。あ、仲いいんですけど別に、はい、なんかそのって言われ NT だよって言われてから、はい、僕が急に苦手感を感じています。別に何もしなくていいんじゃないですか。ほっとけって書いてありますからね、はい、スペースを与えることだと、はい、ピグマリオンをしようとするから難しいんですよね。でもなんかやっぱり勉強を、はい、するしないって気になるじゃないですか。 しろって言いませんよ、はい、しろとは言わないんですけど、はい、いやなんか有利になるよって思うわけじゃないですか、はい、まあ、ほっとけですよね。でもね、まあどうにもならないですよ。で君 NT ならいけるよってチャンス大きいよって思うんですけど、はい、まあこればっかりは無理ですよね。でも NT だからいけるわけでもないと思うんですよね。いけるかどうかは勉強するかしないかですか、ね、そうだから NT だろうと NF だろうと SP だろうと SJ だろうと。で上のお姉ちゃんは結構したんですよ、はい、勉強を。あの親がやるといいよみたいなの、はい、結構乗る、うんうんうん、はい、で調子に乗るので、はい、ほら頭いいじゃんみたいな、はいはい、ので調子に乗ってやるんですけど、はい、まあなんて言うんでしょう、勉強って意味あるみたいなのを、はい、言い出すんですよ、はい、なんで順位つけられなきゃならないの、はい、尾崎かみたいなのを、はい、NT が言い出した時に僕はなんて言えばいいんですかね、はい、別にやらなきゃいいんじゃないですか。やらなじゃあやらなきゃいいんじゃないって、はい、意味を感じないなら。なるほど、はい、で賢い子の方が、はい、意味を見出すわけですよ自分で。なるほど、はい、じゃあ置いとくしかないんですね、はい